迫る終焉は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第10シリーズ第6話。スティーブン・モファットが脚本を執筆し、2017年5月20日に BBC1 で初放送された。迫る終焉はテレビ評論家から、極めて肯定的なレビューを受け、ピーター・カパルディの演技とスティーブン・モファットの脚本が、称賛された。なお、脚本の複雑性にコメントする。 批評家もいた。本作は修道士三部作の第一作である。ローマ教皇庁は読んだものが必ず自殺する本ベリタスの調査を12代目ドクターに依頼する。やがてベリタスはローマ教皇庁からオンライン上に流出し、ベリタスに記された真実を知った欧州原子核研究機構やホワイトハウスでは次々に自殺が連鎖する。前は 宇宙での死に方で失明したドクターは音声読み上げによりベリカスの内容を知るが、それは彼らのいる世界が修道士の作り上げた仮想現実世界であるというものであった。ナードルはリバーソングの夫から続けて帰ってきたドクターミステリオと第10シリーズに登場しているが、これはリバーソングが死の後にドクターが危険に陥らないよう。 ダリリアム星での24年間の後にナードルを派遣していたためであると明かされる。ナードルが読み上げているターティスの外見をしたリバーの日記は彼女の最後の冒険である静寂の図書館、影の森で初登場したものである。また、ミッシーもダリリアム星でドクターがリバーと隠居生活を送っていたことに触れ、その後彼女の死を悟っている。ローマ教皇庁の図書館に入る際、ビルは ハリー・ポッターシリーズのようだと述べ、ドクターにたしなめられている。欧州原子核研究機構の科学者チーフは、ビルとナードルに We will all go together when we go? と告げている。これは、破滅をテーマとしたトム・レイラーの歌であり、An Evening Wasted with レイラーの最終トラックの曲を指している。ナードルは、仮想現実世界を、スター・トレックのホロデッキに例えている。また、 ドクターは、スーパーマリオシリーズを引き合いに出している。迫る終焉と次話、滅亡を呼ぶピラミッドの撮影は2016年11月23日から2017年1月17日にかけて行われた。強行役を演じているジョセフ・ロングは、運命の左折でロッココラ・サント役を演じていた。修道士の声を担当したティム・ベンティンクは、 ドクター風のオーディオ版で様々な役を担当している。リアルタイム視聴者数は416万人を記録し、タイムシフト視聴者を加算すると553万人に上り、これはいずれも前、前は宇宙での死に方からの改善を示した。アプリシエーションインデックスは82であった。日本では放送されていないが、2018年3月31日に、フールーで、 迫る終焉を含む第10シリーズの独占配信が開始された。迫る終焉はテレビ評論家から極めて肯定的なレビューを受けた。ピーター・カパルディの演技とスティーブン・モファットの脚本が称賛され、後者についてはユニークや野心的といった評価がなされた。なお、脚本の複雑性にコメントする批評家もいた。ザ・エヴィ・クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作に A 評価をつけ、脚本の創造性と実験的な側面が、スティーブン・モファットを最高の状態で紹介していると、称賛した。彼は、物語の質を、聞いてや、影にとらわれてといった、過去のモファットのエピソードと対比し、これまでの、ドクター・フーとは全く異なる、テレビでも類を見ない実験的な成功だとした。また、彼は、世界の真相について、 ビルに説明する際のドクターを演じたカパルディの演技も称賛した。ゲームズリーターのゾーイデラハンティライトは星5つを与え、ドクター風にこれ以上の作品はないと評価した。彼女はエピソードが宣伝された手法で複雑なテーマをいかに展開したことを称賛し、シミュレーションの世界のアイディア自体は既存のものであったが、ドクター風ではさらに昇華されていると評価した。また、 彼女はミシェル・ゴメスの演技を高く評価し、ミッシーについては我々が気づいたよりもはるかに複雑なマスターの再生だと論評した。ラジオタイムズのパトリック・マルケインも本作に欲しいつつを与えた。彼はミッシーの場面をシーンを奪ってみせたミシェル・ゴメスへの贈り物だと評価し、ドクターとミッシーの間のダイナミクスにも注目した。彼は修道士について恐ろしく、 おぞましいと表現し、モファットが以前に創作したサイレンスによる静かな侵略と対比した。彼は最終的にスティーブン・モファットによる息の詰まる信頼できるテレビ番組だと評価した。異ンのスコット・コルーラは8.6点をつけ、大学地下の金庫の秘密を明かすのに完璧なタイミングだったと評価し、その後に続く大規模で複雑な物語も称賛した。また、 彼はミシェル・ゴメスの再出演が本作の注目すべき点であると主張した。肯定的なレビューとは対照的にデイリー・ミラー紙のダニエル・ジャクソンは問題はエピソード自体ではなくその後について立ち止まって考えなくてはならない点にあると感じた。彼は本作の数多くのひねりが不必要だったと批判し、シミュレーションのリセットは本作での出来事を損なうと主張した。 また、金庫の暴露については、迫力に欠けると述べ、エピソード全体が続くにエピソードへの状況設定に過ぎなかったと論じた。しかし、彼はドクターが失明しているというテーマやエピソードへの、その落とし込み方を高評価した。さらに彼は、欧州原子核研究機構での場面がコミカルな、ものからおぞましい真実へ容易に様変わりしたことを、含め、エピソードの随所にある、 まさしく不気味な場面を賞賛した。ありがとうございます。